そうですね、15年か。当時の僕はただ正義感を貫くことしか考えない男だったな。ん？ああ、いろいろやってたといえばそうだし、何もしてなかったといえばしてなかったのかな。まあのんびりしてましたよ。戦い続けた魔界村から離れて、見ず知らずの町で一人で暮らしてました。なんかね、当時魔界村ではただがむしゃらにやってたけど、難しく考えないで簡単に暮らすのもいいかなって思い始めて、魔界村での戦いは難しすぎましたよ。また宝石なんですけど、いつもありがとうございます。だってそうでしょ、世の中には簡単で楽しいことが溢れてるんだから。いやいやいや、全く戦いませんでしたよ。時々昔を思い出すことありましたけどね。そうね、のんびり暮らしていても時々正義の心が顔を覗かせたりするんです。そんな時にプリンセスがまたさらわれたことを知りましてね、はっきり言ってショックでしたね。そして15年間の生活を振り返り、思いっきり目が覚めました、ね、やっぱり自分は戦うことしかできない男なんだって。15年間のブランクで完全に体がなまってしまいました。それでも正義を貫く気持ちは自分の中でどんどん大きくなっていったんです。プリンセスを救うためにもう一度魔界村に行くことを決意したんです。